これはファイナルですね。利川プロと片岡プロですけど、福井で行われたプロツアーですね。この2から3番がうまく出たら、あとはね、言うほどのトラブルはないですね。型としては一応いい格好にはなってますね。これはいいですね。今ぐらいの球って気持ち悪いことはないんですかね。そうですね、今ぐらいの球であればね、テーブル自体がね、ノーマルなテーブルであれば、はい、割合気分的には楽ですね、はいはい、これで6番9番がコンビの形ですけど、形がいいですからね、これはもう多分渋谷のテーブルだとこういうような形でも、はい、ちょっと嫌な気がしたり、ね、そうですね、はい、完璧ですね。だから今のセットで言うと1から2番がもうそれだけのポジションですね。片岡さんもね、お嬢ちゃんできはって、ああそうですね、張り切ってもらわんとね。まあ実力者ですんでね。そうですね。あ、こういう球も一緒ですよね。はい。ノーマルのテーブルはやっぱりこう狙いやすいですよね。はい、ああいうなコンビはね、渋谷のテーブルやとかなり難球になるんですけどね、気持ちの上で。ついての見てますと、ポジションももうスッとイメージできてはるような感じでね、ついてはりますね。形的にはそんないい形じゃないんですけどね、はい、どっちかと言ったらやっぱり手玉を大きく、はい、やっぱりあちこち、この球は思いよりは薄くなってないんですか。やっぱり薄いんでしょうね。薄いんですかね、はい、あ、いい格好ですね、うん、サイドのスクラッチは怖くない球なんですね。あ、ですね、これは球1個ぐらいありますからね、はい、だからもうスクラッチはあんまり関係ないでしょう、はい、ただ角に当てないような形をね、はい、松岡さんから見て最近の片岡さんは調子的にはどういう風に映ってるんですか。ですかね、一時マンスリーでこう連覇してる時から見たらね、はいはい、ファンの方とか周りは少し物足りなさを感じるかもしれませんがね、だけど彼自身の例えば調子が悪いとか、はい、そういうなことはないと思うんですよ、はい、ただやっぱり層が厚くなってきましたね、はい、レベルも上がってきましたからね、はい、で 5-0 になったんですね。そうですよね。片岡はプロもいいペースですよ ね、はい、で向こうのタンクションについてるのがワンボールなんですね。そうですよね、はい、これ手前の球が関係してるんですかね、いけてるんですかね、ちょっとこれでは分からないです ね、どうですかね。これ受けてたらね、あんまり問題ってトラブルっていうほどのトラブルはないんですけどね、はい、受けてなかったらこれタイム的にタイムが欲しいところですよね、はい、これは球を立てて、ちょっとカーブ気味にいってますよね、はい、やっぱりなかったんですね。なかったんでしょうね、はい、もう少し時間を
ぱり攻めるにしても時間が欲しかったところですよね、はいはい、セーフティーというのはやっぱり一旦は頭をよぎるもんなんでしょうかね。あ、ですよね、はいはい、ただそこでタイムを取ってまで本人が行く気がなかったケースかもしれないですよね、はいはい、だけどあそこはやっぱり 5-0 でリードしてるだけにこのセットを取ると取られるでは、はい、もう今後の展開にね勝つか負けるかのぐらいの差はありますよね、はいはい、まあ、展開的にも片岡さんの立場としたら攻めてちぎっていきたいっていう球なんでしょうね、そうですよね、はい、このセットもね片岡プロにしたら取ればもう勝ちが見えてくるっていうようなセットですよね、はいはい、四面楚歌の状態になってきて、トシカプロの集中力が、そうですよね、はい、今のも簡単そうに見えますけど、やっぱり、ショットスピードというのはやっぱりうまく合わせてますよね、はい、やっぱり4から5のネキストというのは意識相当しながらはついてるんでしょうね、そうですね、だからこの配置でいうと5番に対してどういうな形になるかでこのセットを取れるか取らんかが決まりますからね、はい、なるべく熱い球にしたいですよね、うん、30秒ね、少し出すぎましたね、これは。もし松岡さんがこの形になったとしたらどうでしょうね、この展開で。うーん、5から6がこれ結構薄いですからね、うん、もし入れに行くとすればどういうネキストのコースになるんですか。やっぱりこれ2クッションですよね、だから長長で、はい、これ1クッションでは行くにしては薄すぎますよね、うん、はい、30秒、これはセーフティーの方がセーフティーは行きやすいですからね、はい、セーフティー行ってるんですね。ですよね。あ、これは一応セーフティーとしてはもう最高の、ね、あ、そうですか、はい、ここまでうまくね。だから片岡プロとしたらもうこれはもう当てるその結果は仕方がないいうような距離ですよね。これはもう5番のどこにどういうふうに当てるっていうような加減のできない距離ですよね。ああ、そうですか、はい、30秒、かなりこう時間でせかされてる感じがありますね。そうですよね、嫌でしょうね。で5番どうでしょう。どうでしょうね、これいけてる雰囲気ですけどもね、いけてたらこれはもう攻めますよね、うん、いけてるみたいですね、うん、こういう球は気持ち悪いことないでしょうかね。やっぱり渋谷のテーブルやとこれはもうかなり神経使いますよね、この5番は、はい、はい、トシカプロぐらいのシュート力になればこのコンディションであれば入れないといけないっていう。そうですね、はい、このコンディションやったら多分トシカプロでなくてもみんな行きますよね。あ、そうです、はい、完璧ですね、はい、だからこういう格好の球がテーブルコンディションによってすごくイージーな球、はい、それがテーブルコンディションがね、はい、渋谷なテーブルやともうすごい難球に変わりますからね、はい、あれは初めて1セットを取ったんです ね、 そうですね、この1セットはだけど大きいですよね、うん、この1セットで片岡プロはおそらくね、2マークも3マークもリードしてるっていう気分はないでしょうね。あ、はい、今までね、やはり都市川プロの実績とか、ね、はいはい、そういったものがあるんでしょうね。そうでしょうね、初めのワンボールにやっぱりもう少し時間があればなとか本人は、はい、本人は思ってるでしょうね。なるほどね、はい、左側サイド前がこれ2番なんですね。そうですね、これカットに行くか
サイドバンクに行くか、うん、それともセーフティーに行くか、セーフティーに行くかね。これはもうまちまちですよね、こういうような形になれば。あ、はい、各プロによって好みが分かれる。違いますよね、うん、彼は30秒、うん、攻めに行きましたね。ああ、少し短かったね。あれも今2番がコーナーに通ってるか通ってないか、もう多分紙一重の差でしょうね、はい、なるほど、はい、あれがやっぱり通ってる通ってないでやっぱり勝負のあやっちゅうの差がありますよね、はいはい、これ通ってそうですね、どうも見てますね。こういうのこう展開をものにしてるっていう状況なんでしょうね。うん、だからああいうようなチャンスはトシカプロはまず逃がさないですからね。松岡さんとの対戦でもやはり数々そういった場面というのはありましたですか。ありますよね。だからミスの少ない選手といえば多分ナンバーワンでしょうね。まあ実力もそれに近いですからね、はいはい、だからトシカプロのこういうな形でのミスショットというのはまず望めないですからね、うん、少しイメージより出過ぎですかね。コントロールとしてはちょっと嫌な球で合わせに行きたいような球ですけど、しっかりショットされてるように見受けるんですけどね。ロングショットスピードの間違いはやっぱりこの選手が一番ですね。一番ショットスピードを間違わない選手ですよね。ああ、そうですか、はい、だから先球をやっぱり当てた厚み通りやっぱり一番正確に、はい、走らせますよね、この選手は。で3セットですね、5、3になってますね。こうなれば五分と変わらないですけどね、うん、もし松岡さんが対戦相手であってもリードしてるっていう気はもうないですか。まあ、2セットぐらいのリードはまず誰が相手でも、あ、そうですか、はい、リードっていううちには入らないですよね、うん、2セットリードしてまして相手が9を持ってるっていうとまず 5分、こういうテーブルコンディションやともう自分の方がリードされ、はい、されてるような心境になりますよね、はい、あ、そうですか、はい、心境で待ってられるんでしょうね。ですよね。まあ次のブレイクの後がどうなるか、もうその程度でしょうね、はい、まあこのセットにかけてはもう多分諦めて、はい、諦めてるっていうか何も思ってないでしょうね。なるほど、はい、前回トシカプロにお会いした時にはもう相当今年自信あるっていうような顔されてましたけどね、そういうお話の仕方されてたんですけど。そうですか、はい、うん、彼はね確かに一番あの緻密な球をつきますよね、うん、完璧ですね。完璧ですよね。彼ももうやっぱり
セットでやっぱりもう手応えは掴んでるでしょうね。あ、はい、だからブレイクが入れば、はい、もう果てしなくいけるっていうような気持ちはあるんでしょうね。はい、片岡プロにとってはこのセットは大きいですよね。はい、は2番がサイドの左からサイドの前の球ですね。ですよね。これはトラブルというのは何もないですよね、これ、はい、これで、まあ、普通ならば多分もうできたって感じですね。そうですよね。で3番はこの穴前、出来上がりの球ですよね、はい、この穴前が3番なんですね。そうですよね。これは何のトラブルもないですからね。信じられないですね。ですよね。身が離れたかな、うん、今のどういう心境で継いでしまったんでしょうね。いやー、やっぱり次の4番に対してのことしかもうなかったでしょうね、まあ、この3番が飛ぶとは本人はもう夢にも打てないですよね。このセットは諦めてたでしょうしね。あ、そうです。はい、やっぱり展開上球が冷えて、いわゆるそのつく時間がね、球が伸びてないっていう状況とかそういうのは関係ないんですか、ね、いやー、今のは関係ないでしょう。今のは、まあね、なんて言うんかね、なんて言うんでしょうね、うん、あれが今の3番が飛ぶとはもうおそらく誰もそんなことを予想もしなかったでしょうね、うんうん。で、5-5 ですね。これは出発がどれですかね。2番ですかね。2番ですね。2番ですよね。向こうを見てますね。左側の、向こうのターンに近い左側のあの球なんでしょうかね。だとすれば、3番が行けるところが限られてますんでね、うん、あのフットスポットの少し下にあるのが3番なんですね。あ、そうですね。これ2から3は難しいですよね。30秒。これはそんな簡単なショットじゃないですよね。ちょっと下目を構えてありますね。球が少し立ってますよね。30秒。これは難しいです。いけないですよね。これもしネクスト行くとすればどういうコースになるんですかね。そうですね、やっぱり2クッションでやはり5番の裏を通して、はい、だけどね、通すのはそれほどでもないんですけど、3番にうまくポジションするっていう力加減はこれはもう半端やないですよね。あ、もうまず無理っていう、はい、無理っていうか、はい、狙い通りのポジションに止められるっていうのはちょっと難しいですよね。もうちょっとできすぎですよね。そうです、はい、これはもう完璧ですよね、はい、これはそんな簡単にできないですよね。あの加減はこうまくっていってる途中でこうピシッピシッと決めてしまうっていう、やっぱりこの辺も年角の実力なんでしょうかね。そうですね、実力っていうか、うん、もうもちろん実力なんですけど、うん、これはちょっとにしてもできすぎのポジションですよね。あ、そうです、はい、完璧ですよね。これはらしいですね。はい、片岡さんの立場としたらやられたっていう感じなんでしょうかね。あ、というよりあの2番から3番はちょっと信じられないような加減ですよね。あ、はい、まあ、そこで止められたらというかね、止まれば、はい、もうなんか開いた口が塞がらないというような加減ですよね。あ、はい、かなり球も立ってましたからね、はい、難しいですよね。あれはあの辺はやっぱり決めてしまうよりはやっぱりトシカプロらしいですけどね。
こうアマチュアの我々からしたらこうナイスショット一発は決まってもその後とかねあのポロッとミスしてしまったりというのよくあるんですけど、うんうん、それはあのプロでもありますよ。あ、そうなんですか。はい、あります。だけど彼に関してはあんまりそういうようなことは望めないですけどね。あ、そうですか、はい、それだけアベレージがやはり高いっていう。あ、高いですね、うん、入れに行ったシュート率というのはもうすごいでしょうね、はい、まず取りこぼしというかショットミスは彼の場合はもうひょっとしたら一番少ないでかもしれませんね。あ、そうですか、はい、日本でそうですね、うん、で逆転しちゃったわけですね。ここで逆転ですよね。難しいですよね、うん、手前のタンクションにあるのはやっぱりトラブってる状態なんでしょうかね。これはトラブルになってそうな雰囲気ですけどね。しまったっていう。そうでしょうね。今のはもう多分あそこなんか全然頭の中になかったでしょうね。手玉のポジションだけですよね。ですけどこの後の球を見るともしかするとトシカプロであればっていう、うん、そうですよね。これはだけど多分考えてなかったと思いますよ。そうですか、はい、本人がこれ聞いて怒ってられるかもわからないですけどなことないですか。あの3を入れて4にこの形になるのはね、やっぱり持って生まれたもんでしょうかね。そうですか、はい、あの完璧にカッコになりましたよね。これは名前のナインボールがちょっと嫌な受けのような、ねね、6番が通ってるんかコンビの方が楽なんか彼今見てますよね。どっちを選びますかね。これタッチボナインボールがタッチボールなのか少し空いてるのかというのはえらい違いなんですか。そうですね、多分少し浮いてるような感じですよね。ああ、狙ってるような感じですね、はい、もしこれタッチボールであれば、ね、やはり狙いにはいかないですか。いかないでしょうね。ああ、なるほど。タッチであればやっぱり6番を細ければ穴が少し小さかっても6番行く方が確率的にはいいですから、ね、ああ、そうですか、はい。少し厚めでも入ったでしょ、はいはい、うん、あの辺がやっぱりテーブルコンディションでね。なるほど。やっぱり、うん、気持ちの上で、はい、うん、あれやったらいけるっていう、うん、もう少し穴が苦しい台であればショートスピードを今のは多分入ってないでしょう、ね、入ってないですか、はい、ショートスピードももう少し弱くっていうようなことは意識はというよりも初めから狙わないかもしれませんね。そうですか。だけどあの5番手前の5番から見るともう明らかに次はコンビの加減でついてますよね。はい、そのように見えますね、はいはい、これもいい配置ですよね、はい、もう完全に展開はトシカープロの展開になってますね。ですよね。展開になるともう一方的に行ってしまうのが今までので、ね、これは果たして回ってくる可能性は薄いですよね。これこのポジションやとね。
りポジションなんか最高ですよね。少し引きをかける感じで厚くするような球だったんですかね。あのこれね、無造作についたように見えますけど、あの6から8の加減はやっぱりよく9は切れてますよ。ああそうですか、はい、これは全く問題ないですね。まあ問題ないですね。Thank you.